はい、ウメです。こんにちは。どうぞ。はい、今日はですね、オフ会の告知動画になります。はい、先日告知しました通りですね、11月の21日の日曜日、東京の池袋で、こちらのディズニー夢チャンネルのオフ会を開催させていただきます。はい、皆さん、何卒ご参加ください。よろしくお願いします。はい、オフ会の詳しい詳細はね、この辺とかにですね、ちょっと貼っときますので、あとは詳細なんかね、動画の概要欄なんかを見てください。で、オフ会当日はですね、このディズニー夢チャンネルの動画制作のこの裏話ですとか、まあ、あとはみんなで盛り上がれるミニゲームとか、あとはね、先日行ってきましたアメリカのディズニーの、このね、向こうで購入してきたお土産の抽選会なんかを予定してます。はい。でですね、会場がですね、コスプレスタジオですので、これね、仮装の参加も OK です。で、これね、チケット購入の時にですね、アンケートを取ってるんですけども、今のところですね、仮装で参加したいっていう方がですね、全体の4分の1強の方が今のところ仮装の参加を予定してます。はい。なので、仮装で参加したいなーっていう方はですね、この数字参考にしてください。はい。でですね、チケットまだ売ってます。売ってますけども、もうすぐ完売しそうです。でですね、今ここへ来てですね、当日なんとスペシャルゲストの参加が決まりました。はい、スペシャルゲストはですね、なんとですね、同じくディズニー系の YouTube をやっている、ジョマジ君が、はい、来てくれます。ジョマジ君、ありがとうね。はい、ジョマジ君のマジはね、マジックっていうことで、ジョマジ君ね、手品師でもあるんですよね。で、当日はね、ジョマジ君のマジックショーがあります。ありがとうございます。いやー、めちゃめちゃ楽しみ。ジョマジ君の手品すごいんですよ。ジョマジ君ってね、手品のね、YouTube もやってるんですよね。なんですけども、実は僕ですね、先にそっちの方から知ったんですね。ジョマジ君ね、5年ぐらい前かな ?5、6年前にですね、手品のね、種明かしをする YouTube を彼もともと運営してて、その種明かし動画、手品の種明かし動画ってのはめちゃくちゃ面白くって、あ、こうやってやってるんだとかね、なんかね、こういう手をすり替えてとか、ここでこうやって、裏の手でこうやってここを持ってこういう風にすり替えますとかね、そういうのを全部教えてくれてて、すげえな、こんな真似できないけども、裏でこんなことやってたんだって言って、この手品谷明かし動画めちゃくちゃ面白いなと思って見てたんですよ。で、ジョマジ君ですね、そこで、なんかね、週に1回ぐらいですね、ディズニー動画が上がるんですね。手品の谷明かしをしてるチャンネルなのに、週に1回ぐらいディズニー動画が上がるんですよ、当時。でね、そのディズニー動画をね、結構ガチンコで、なんかね、ショーとかパレードのなんかね、初日初回とかですね、なんかラス日ラス回とかですね、イベント初日とかですね、えらい内容が濃いんですね。あ、この手品のこの YouTube やってるこのジョー君っていうね、このジョーマジック、うん、このジョー君っていうのは、これはガチンコのディオタなんだなぁと思って見てたんですね。で、でも、手品の種明かしチャンネルとディズニー動画って、これ合わないんじゃないのかなーっていうふうに思ったら、そしたら、ジョマジディズニーって、ディズニーだけ独立させてチャンネルが始まったんで、あ、やっぱりなーと思って、うん、そっか、この手品のこのジョー君も、うん、これ始めたんだなーと思って、はい、それで見てました。なのでですね、手品師としてね、初めは認識してましたので、マジックショーやってくれるのをめちゃめちゃ楽しみにしてます。一回ですね、1年半ぐらい前かな、一回ね、アンバサダーホテルでちょっと対談動画を撮ったんですけども、その時にですね、ちょっとね、簡単なテーブルマジックやってもらったら、めちゃめちゃすごくて、さすがだなぁと思ってですね、ちょっと惚れ惚れしたので、はい、当日はですね、こう、みんなの前でね、もうちょっとテーブルマジックではないね、大きめのマジックショーを多分やってくれると思いますので、はい、楽しみにしてます。僕も個人的にめちゃめちゃ楽しみにしてますので、はい、なのでね、ジョマジ君の参加も決まりましたので、はい、皆さんよろしくお願いします。チケットはね、もうすぐ売り切れそうですので、まだ売ってます。なので、迷ってる方はですね、ぜひお早めにお買い求めください。多分ね、この動画の公開でね、おそらく完売すると思います。でね、オフ会とか初めてで不安とかですね、一人で参加なんだけど不安だなとかですね、そうやってちょっと迷ってる方もいると思うんですけども、そういうですね、ちょっとね、人見知りしてしまう方とかね、一人で参加で不安な方もですね、そういうね、交流が苦手な方でもね、なんか楽しめるような、盛り上がれるような、そういうプログラムを考えていますので、はい、ぜひご参加ください。
でね、最後はですね、ちょっとね、ボンファイアーダンスをみんなでやりたいなと思ってます。で、もちろんボンファイアーね、いやいや、もう無理無理、そんなの踊れないよっていう方もちろんいると思いますので、ちゃんとですね、鑑賞エリアと参加エリアとね、はい、ちゃんと分けようと思ってますので、はい、なのでね、最後はボンファイアーもね、やろうと思ってます。ボンファイアーみんなでやるとめちゃくちゃ楽しいので、このね、ボンファイアーのためだけにね、参加っていうのももちろん全然ありです。はい、なので待ってる方はぜひご参加ください。はい、チケットの購入方法とかね、こちらの会場とかね、そういった詳細はね、概要欄貼ってますので、はい、ぜひ概要欄見てください。はい、今日の動画以上になります。また次の動画でお会いしましょう。そしてオフ会で待ってます。はい、それでは失礼します。